出していこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。よしきでございます。何を刻んだか当ててみて。いきますよ。ムニイチゴ大福。あー惜しい。何モル。今日の動画なんですけれども、謎のシューズがヤバすぎる。怪しいハギ。中国版ハギみたいな。大丈夫。中国のシューズ。おお。つかみとして今話題の3万超えてくるトップのスピードシューズあるじゃん、うん、それとパフォーマンスが変わらない、超高速カーボン厚底シューズで、なおかつ値段が3万切ってくる。26,000円。見て、ナイキのアルファフライ3届きました。これ開けたらアルファ3入ってる。おお、はいはい、はい、ちょっと見る。ごめん、ちょっと動画の流れが分かんなすぎて今動揺してる。よごめん、今目に入っちゃったから。中国の話して、次アルファフライ3今、ね、お前どっちか YouTube これはまあ今度やりますよ、とっていうことで、つかみ弱っ。忘れるって全員。今日の動画見終わった頃に全員忘れる。いいんだよ、下手したらカットだよ。違うし、早速シューズ出していきましょうか。はい、お願いします。はい、中国のヤバいシューズー。ちょっと待って、先にポケモンいた。ポケモンいた。ポケピーやった。ポケピーチョケプリーみたいなのが誰っていうね、ツッコミテロップ入れたかったのに、ポケピーだよ。ポケピーが急に現れたみたいな。ということで、初コラボ A 編ランニングチャンネルのしんくんでーす。A 編ランニングチャンネルのしんです。よろしくお願いします。何人ですか、友達です。いや、なんと、もうあれなんですよ、ついに550。おぉ、やばい、グッドラックビデオ抜かれた。グッドラックビデオ、俺の個人チャンネルよりも多いやん。僕らが所属してるランニングチームの、まあ、チームメイトのシンくんですね。シンくんがちょっとヤバいシューズをこう持ってきて、まあ、さっき話した通りのヤバいパフォーマンスがあるよと動画にさせてくれっていうので。ありがとうございます、ご協力。いやいや、ありがとうございます。これはね、うん、俺個人の感覚だけど、ナイキさんとかチックさんとかいろいろあるじゃないですか。お前ザジーやん。おいね、いや、このシューズをマジで他のいろんなね、有名なさシューズメーカーあるけど気を取らないどころか、個人的には俺今このシューズが一番好き。いい言ってますけど、審査でどういう実績あるんですか。フルマラソンのタイムで言ったら2時間39分。お前ら早いやん。いや、よい。自分の底辺ランニングチャンネルで言ってないですけど、はい、僕高校時代宮古寺出てます。ガチでやんね。ガチでガチで俺でも出れなかったんだから。強よ。いや、だからそれは能力者ですね。で、今もランニングして2時間39分らしい。強いです。その方がいいよって言ってくれてるっていう。そうですね、うん、ああなるほど。早速出していきましょうか、この袋もね。上履きシューズ。上履きだね。白いシューズできても何も違和感ないね。いきます。はいはい、えれー、うわすごい、いかつ。あ、まず見た目こんな感じですね。ソールがまあ誰に似てるない、あの水野のリベリオンの裏みたいな、ちょっとこう噛む素材になってて、見て、なんかすごいね、この昔の椎茸みたいなカットしてね。 X でやろ。アッパーはね、そこまで薄くはないけど、まあ耐久性と、でもなおかつちゃんとこうレーシングの薄さは兼ね備えてますよっていう感じですね。軽さもバカ軽いってわけじゃないけど、そのベイパーとかメタスピードシリーズみたいなくらいバカ軽いってわけではないけど、多分持った感じ215ぐらい、トップスピードモデルのレーシングシューズの軽さぐらいですね。 215? もっと重い？歩くね？わかんない、マジで俺は220ぐらいと思ってる。ああ、15、20、じゃあ30でしょうか。それでも軽いですからね。メーカーの名前知りたい。メーカーとかその名前、シューズ名ね。はい、発表。シューズ名はエクステップ 160X5.0 プロです。そのまま読んだだけじゃない。本当にそうなんだって。好きって言ってる人の話し方じゃなかったよね、今日来る前に調べて書き方わかんねえと。多分エクステップで読み方あってると、多分 XB
これ底辺だわ。でソールがところどころカーボンが浮き出しになってて、うん、ソールを触った感じ、本当にこう反発がすごい良さそうだなっていうソール素材になってます。ちょっとこうもちもちだけど硬さもあるから、グニャグニャしすぎてない、履いてみたくなるソール素材になってます。シーさんどうやってたどり着いたの？これね、いろんな練習会とかに参加してるんだけど、はいはい、そこで参加者の人がたまたま履いてたのよ。何ですかって聞いたら、うん、中国のシューズでめっちゃいいですみたいな、でちょっと履かせてもらった感じがめっちゃ良かったから、うん、ちょっと仕入れてもらっていいですかってことで買ってもらったっていう感じかな。普通に買えるんですか？普通に買えるっぽい。あ、そうですね。うん、名前多分調べてもらって探せば多分普通に買える。履いてみるか、どんなもんか。ちょっと僕はあんま気になるんで、よろしくお願いします。そうでしょ。 160X5.0 で行きましょう、参りましょう。誰が今日 1000m TT するんですか？頑張れ。まあシンくんでいいんじゃない？なんでだよ。意味わかんねえだろ。ダッシュで行こうぜ。早速ね、こちら履いていくんですけども、この反発感ちょっと落として、うん、あの視聴者に伝えてみてもいいですか？はい、どうぞ。もうね、触っただけで僕もどんぐらい反発するかはもう分かるんですけど。分かんの？分かるじゃん、感覚で。あ、このシューズはこんぐらい反発力ありそうだなみたいな。見てる視聴者は分かんないんでしょ。だから一回落とすよ。全然反発しないよ。おい、何やねん今の。もうね、触っただけで僕もどんぐらい反発するかはもう分かるんですけど。分かんの？分かるじゃん、感覚で。能力者。当たりどころが悪かったな。全部悪い。全部嘘や。ほら今俺はここの点で落としたの。ここでしか反発できないから、上にボーンって飛ぶんじゃなくて、多分こもろいな、これカットなんだろうな。立ちます。あー、ベイパーだ。ベイパー、ベイパーとあれにも似てる、あの他のロケット X。 へー、最強じゃん。あのマジでもっちり、なおかつ反発しそうな気持ちよさ。今かかとは、お前のかかとどこにあんの？つま先はこんな感じね。俺もわかんなかったっす。足裏全体でついた時がこういう感じね。どういう感じ？してみますか。出してみよう。どうぞ。ああ、すごいわ。これすごいな。すごい。ああ。何に近い、走ってみたいな感覚は？ロケット X。 最高やん。だから5キロロード直線とか結構縛りあるな。縛り結構あるな。5キロロード直線限られてんな。まあギリ10キロロード直線。だからさ、限られてんな。なんか意外に分厚みは感じる。俺フルではちょっとこれきついからってぐらい反発力がすごくて。シーさんこれでフル走られてるんですか？フルは走ってないね。だからまだ練習でしか使えてないんだよね、そのタイミング的に。確かにヨシキ君が言ってるのも分からなくもなくて、本当にこうマジでバンバンいっちゃうから、フル持つかって言ったらちょっと分かんないけど、短めのレース。5キロ直線ロード。なんで直線で縛ってるかよく分かんないけど、どこで設置するのが一番気持ちいい？ミッドフットかな。まあそうだよね、フォアで行くと転がりすぎる。うん、でもミッドフットで行くと程よく転がりをアシストしてくれるっていうか、足を回してくれるみたいな。かつ形の構造上ヒールでも優しくいける。まあ確かにね。まあでも一番俺が今履いて思ったのは、ミッドフットで着地すれば勝手にこう足を自動化してくれるみたいなイメージでした。うん、いやそう、俺も一緒だね。よくないでもマジで。このこれはいいな。予選行きますか、本気で。いや行かない行かない。全然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 。まあ俺の意見、まあシンくんもなんか同じような感じって言ったけど、周平もちょっと本当に履いて本音で一回喋ってみて、はい、ってぐらい本当にあのすごいうさんくさくない。全くめっちゃ目で問いかけてくんじゃん、お前。すごい目。どうしたどうした。感動してる感動してる。疑ってないよ別に。面白かったです。あ、本当ですか、はい、よかった。買いますか買いませんか。買わないかな。ダッシュで行こうぜ。あれ硬くないですか、うん、思うじゃん。はい、立つと今ここの段階では硬いと思う。はい、硬くないと思っちゃう。これ立ったらあれ不思議ってことですか？走ったらあれ不思議だね。走ったら、うん、マジレスし、あれ、ね、今の感じで、うん、安定感が僕の中では結構なくて、アキレス腱痛くなりそう。
はい、僕はね厚底シューズ5足に1足ぐらいなるんですよ、うん、これ安定感なくてアディダス系とかも結構なるんですよ、はいはいはい、安定性なくてプロネーション強すぎてみたいな、うん、それがちょっと今その安定感の違和感はどこで感じる、あのつま先のドロップかかかとの丸みか全部でついてる、やっぱあれなの、人それぞれなんだな感じ方は、うん、安定感はあるとは思わないけどね、別に俺も歩いてる時もカク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 みたいな、歩く時ちゃんとかかとからついてつま先から抜けていくちゃんとした綺麗な歩き方ってあるんだけど、僕結構意識して歩いてるんだけど、そういう意識して歩くとカクン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 、まあそれがシューズのね、その構造上そうなんで、そうなるのは当たり前なんですけど、この傾斜からも走った時の安定感が僕の中では正直足りてない、俺の中で、まあスピード感もあるだろうけどね、ちょっと一回走ってみようか、動き悪い動き悪いわ、まあ、反発はすごい、反発すごい、なぜなら硬いからシンプルに、うん、使えたらすごいけどっていう、俺はそもそも結構不安定なシューズの方が好きなの、やっぱそういうこう不安定な方がやっぱその逆に言うとこうトランポリンっぽさとか、はいはいはい、そのグイッとした感じを出しやすいと思う、はい、なんか履いてる感覚として、それがやっぱ履いてて単純に楽しいっていう、もちろん大事です、そこをこういいところを探していくっていうのが本当に楽しくて、なるほど、そこがすごい好き、シンさんがこのシューズに関しておっしゃってたのが感動したっていうワードがやっぱ結構強めにこう出てて、まあ、それは確かに感じますね、僕の必要なところのポイント的には少ない方かな、あれよりむずい、言うなればロケット X プライム X、 あープライム X ねよりむずい、うん、履いてソールのグニュ感は確かに分かったんですけど、やっぱり全体的に履いてて硬いです僕の中で、硬めだったんで、長距離の選手もこれ何メートルがいいですかねって言われたらいけて1500、3000、5000もいってほしくない、すげえ地足強い人じゃないと行ってほしくない、正直ダッシュで行こうぜ、はい、お疲れ様でした、2人とも履いて、まあ、いろいろ意見出たんですけど、まとめていきますと、まあ、僕としてはスピードを出すためのトップモデルカーボンシューズと同じぐらい反発性とスピードを出せるパフォーマンスはあるなと思いました、そのパフォーマンスがあってなおかつ26000円台、これは全然ありなんじゃないかなっては思うんですけれども、僕自身もちょっとこう分厚みを感じて、こんだけスピードが出てしまうとイメージ5キロ直線だなマイナスはなしで5キロ直線ロードね、そう5キロ直線ロードまでかなみたいな楽しかったです、ああそう、ね、はい、楽しいシューズだね、そうそう、中国のシューズを持ってくるシンさん中国のシンさんみたいな、シンさんって呼んでいい、シンさんじゃなくてチンさんって呼んでいい、いやでも本当に初じゃん、そう、ね、チャンネル的には、うん、やっぱナイキアシックスすごいねこれで買ったらちょっと連絡してください、確かに、逆にいるんすよね、僕の意識の感覚はこうじゃないけどこういう人に会うかもしれないっていう発言したら、いやそれ見て買いましたっていう言葉をいただいたことあるんで、硬いバランスあるんじゃないの、え、どっちチャリーみたいなあるんで、もし買った人連絡してください、でもめっちゃ分かりやすく言うと反発とスピードの出しやすさに関してはプライム X 級、いや乗りこなせてるのすごい、あ、俺無理っすか、なるほど、難しかった、反発は感じるけど扱うっていうのが難しいんで、すごい、ということで、うん、今日は中国の謎のカーボンシューズをレビューしてみたっていう動画でした、この動画が気になって夜も眠れるよっていう人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします、全員や、次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ、最後までご視聴ありがとうございました、それでは皆さんまたのご機会に、さようなら、あ、こっちだ。